カール1世、ルートヴィヒ・カール1世、ルートヴィヒ・カール1世、ルートヴィヒ・カール1世、ルートヴィヒは、プファルツ選帝侯、フリードリヒ5世と、イングランド王ジェームズ1世の娘、エリザベスの次男。弟に、カンバーランド公ルパート、モーリッツ、プファルツジンメルン伯エドゥアルト、フィリップが、妹に、哲学者エリーザベト、画家ルイーゼホランディーネ、ヘンリエッテマリー、ハノーファー選帝侯、エルンストアウグスト妃で、イギリス王権ハノーファー選帝侯、ジョージ1世の母ゾフィーがいる。また、イングランド王チャールズ2世、ジェームズ2世兄弟は、母方の従弟で、二人の甥で、イングランド王権オランダ総督ウィリアム3世は、父方ではまた従弟、母方では従甥に当たる。兄、フリードリヒ・ハインリヒが1629年には若くして水死し、1632年に父が死去したため家督を継いだ。当時の神聖ローマ帝国は30年戦争の真っ只中で、父は選帝侯位を剥奪されたまま死去。カール・ルートヴィヒは選帝侯位奪還に執念を燃やした。1633年に父方の叔父で摂政のプファルツ・ジンメルン公、ルートヴィヒ・フィリップを通してスウェーデン宰相アクセル・オクセンシェルナと同盟を締結したが、1635年のプラハ条約で帝国から排除された。1639年に選帝侯位奪還を図ろうとして、ベルンハルト・フォン・ザクセン・ヴァイマル亡き後の軍隊を乗っ取ろうとして失敗、フランス宰相リシュリューに捕らえられ10月から翌1640年8月までバンセンヌで監禁されたこともある。釈放後は亡命先のオランダと母の故郷イングランドを行き来するようになり、イングランドで発生した清教徒革命にも関与した。1642年1月に母方の叔父のイングランド王チャールズ1世が長期議会へ武力行使を仕掛けた際に同行、失敗してチャールズ1世がロンドンを離れた時もついていったが、金欠で議会から貸金を支給される立場でもあり、議会へ強硬的な国王側近とは関係ないことを知らせたり、ヨークから母へ手紙を送ったりして、次第に国王から距離を取った。4月に国王が春に入城を拒否されるとそれを機に、離脱、第一次イングランド内戦では、議会派寄りになり、王党派に加わった二人の弟ループレヒトとモーリッツを非難している。1644年8月にロンドンを訪問、歓迎した議会派からホワイトホール宮殿の一室を与えられ、ウェストミンスター会議出席も認められた。カール・ルートヴィヒの訪問目的は明らかでないが、ドイツの選帝侯領回復を主張するため、あるいは議会派のヘンリー・ベインから提案された、チャールズ1世を廃位した後のイングランド王位継承を確認するためと推測される。いずれも実現しなかったが、カール・ルートヴィヒは厳粛な同盟と契約に誓いを、縦議会派寄りの姿勢を示し、議会も年金を支給して、彼を丁重にもてなした。また、カール・ルートヴィヒが議会派に厚遇されたことで、チャールズ1世は、ループレヒトが兄に内通していると疑い、1645年に、ブリストルで降伏した、ループレヒトを排除するという、思わぬ結果をもたらした。1648年のベストファーレン条約によって、選帝侯位を回復した。1649年1月30日に、チャールズ1世処刑を見届け帰国。10月7日に、プファルツへ戻った。復帰後は、ハイデルベルク城に入って荒廃した領土の復興に、取り組み、農業の振興、マンハイムの再建と1652年に、法学者、ザミュエル・フォン・プーフェンドルフを招聘して、ハイデルベルク大学の教授に引き立て、学問の振興も図った。また宗教に寛容で、領内に、全宗派の同権を、施行。1680年には、マンハイムにプロテスタントカトリックを束ねた、一致教会を建立した。ユダヤ人のバールーフで、スピノザのハイデルベルク大学招聘も考えたが、断られている。しかし、家庭環境は悪く、浪費家の妃シャルロッテとの関係が悪化していくにつれ、離婚を考えるようになり、許可が下りないまま1658年1月に、愛人マリー・ルイーゼ・フォン・デーゲンフェルトと
貴賤結婚したことは物議を醸した。こうした環境が、娘のエリーザベト・シャルロッテに悪影響を及ぼす、懸念と、シャルロッテが、ハイデルベルク城に泊まる理由をなくす口実から、1659年6月に、リーゼロッテをハノーファーへ嫁いだ末妹ゾフィーに預け、1663年に、シャルロッテが実家へ戻ったことを機に、リーゼロッテを呼び戻し、マリー・ルイーゼと彼女が産んだ子供たちと共に、新しい家庭を過ごした。1671年に、領土の安泰を図るため、リーゼロッテを、フランス王ルイ14世の弟オルレアン公、フィリップに嫁がせ、仏蘭戦争では、中立の立場を取ったが効果はなく、1674年に、フランス大元帥デュレンヌ子爵率いるフランス軍が、プファルツ選帝侯領に駐屯、略奪したことに反発、神聖ローマ帝国諸侯軍に味方した。1680年、62歳で死去した。晩年は、フランスの統合政策によるフランスの介入に悩まされ、1677年に、マリー・ルイーゼに先立たれる、シャルロッテから離婚を拒否され続けるなど不幸続きだった。息子のカール2世が、選帝侯位を継いだが、1685年に死し、亡くして死去、プファルツ・ジンメルン家が断絶すると、遠縁のプファルツ・ノイブルク公フィリップ・ビルヘルムが継承、ルイ14世は、義妹の権利を主張して、大同盟戦争を起こすことになった。プファルツは戦争で荒廃し宗教的寛容も失われたが、1720年にマンハイムで復活している。1650年にヘッセン・カッセル侯伯ビルヘルム5世の娘、シャルロッテと結婚したが、1657年に離婚を図り、周囲の許可は下りなかったが1663年に、シャルロッテが実家に帰り、事実上離婚となった。カール2世プファルツ選帝侯、エリーザベト・シャルロッテ・オルレアン公フィリップ1世と結婚。フリードリヒ1658年に、デーゲンフェルト男爵令嬢、マリー・ルイーゼと再婚したが、貴賤結婚の上重婚であり、子供たちに継承権はなかった。カール・ルートヴィヒ・カロリーネ・エリーザベト、ションバーグ公、メーナード・ションバーグと結婚。ルイーゼ・ルートヴィヒ・アマーリア・エリーザベト・ゲオルク・ルートヴィヒ、フリーデリケ、フリードリヒ・ビルヘルム・カール・エドゥアルト・ゾフィー・カール・モーリッツ、カール・アウグスト・カール・カシミール・娘・宮本、P74-P75、ウェッジウッド、P366、P428、P460-P461、ウェッジウッド、P46-P47、P57-P58、P77-P79、P155。ウェッジウッド、P367-P369、P509-P510、P613。ガーディナー、P71-P73。ナルセ、P28-P29。宮本、P75-P76。ウェッジウッド、P518-P520。P531-P532。宮本、P35-P42、P53-P55。宮本、P25-P29、P112、友清、P132、P198。宮本、P120-P123、P139-P142、P168。ありがとうございます。